こんにちは、野口孝雄です。そしてこんにちは、鹿児島県のカーボンニュートラルイメージキャラクターのゼロカーボンです。よろしくお願いします。今日はゼロカーボンと一緒にカーボンニュートラルについてお勉強したいと思います。よろしくお願いします。カーボンニュートラルって言葉はよく聞きますけど、具体的にどんなのなのって聞かれたらちゃんと説明はできないですよね。カーボンっていうのは日本語で炭素っていう意味で、ニュートラルは中立っていう意味なんだよね。つまりカーボンニュートラルとは、二酸化炭素の排出量から森林整備などの吸収量を引いて、その合計を実質ゼロにしようっていう世界中の合言葉のようなものなんだよ。なるほどね。脱炭素とかゼロカーボンとかという言葉もよく聞きますけど、似たような意味なんですかね。たくちゃん、その通り。日本では2050年までに達成しようという目標を掲げているんだよ。それではタクちゃん、二酸化炭素って何で発生するかわかるかな？身近なところで言うと、呼吸をする、息を吐くときに二酸化炭素は出ますよね。あと何か物を燃やしたりしたときも二酸化炭素は出るんじゃないかな。そうだね。主にガソリンの車で走るとか、工場や火力発電所、ごみ焼却場など火力をたくさん使う場所で二酸化炭素が多く発生するんだ。でも二酸化炭素は悪いことばかりではなくて、地球上で生き物が生きていく上でとっても大事な役割があるんだよ。どんな役割があるんですか？二酸化炭素には地球をあったかく保つ温室効果があるんだ。もしこの温室効果がなかったらどうなると思う？いや、もし全部なくなっちゃったらすっごく寒くなるんじゃないですか？その通り。温室効果ガスがないと地球の平均気温はマイナス19度にまで下がってしまうんだ。温室効果ガスがあることで地球の平均気温は14度前後に保たれているんだよ。って考えると、温室効果ガスは生き物が住みやすい環境を作るために必要なものだっていうことになりますよね。ちなみに温室効果ガスと呼ばれるものには、二酸化炭素の他にメタン、一酸化二窒素、代替フロンなどがあるんだけど、このうちの 80% から 90% ぐらいを二酸化炭素が占めているんだよ。温室効果ガスという言葉は少し前からよく聞くようになりましたけど、実際そんなに大変なことなんですか？大気中の温室効果ガスは人類の長い歴史の中である程度一定に保たれていたんだけど、1800年代後半から徐々に増え始めて、1900年代後半には急激に増えているんだよ。どうしてそんなに急に増えたんですか？18世紀から19世紀にかけて蒸気機関が発明されて、石炭を燃やすことで生活が便利になったと同時に、大量の二酸化炭素が発生するようになったんだ。今も石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料はよく使われていて、石油はプラスチックや洋服などの繊維、タイヤのゴムなどの原料にもなっているよ。その結果、温室効果ガスが増えてきたっていうことなんですね。温室効果ガスが増えてくると地球の温暖化が進むというのは分かりました。でも実際地球温暖化って進んでいるんですか？世界の年平均気温は変動を繰り返しながらも上昇しているんだ。実際に気温が上がったらどうなっちゃうんですか？気温が上昇すると、南極やグリーンランドの氷河が溶けて海面が上昇すると言われてるんだ。海面が上昇すると、自分たちの住んでいる地域が水に浸かってしまうところが出てきてしまうよ。さらに生息場所を奪われる生き物が絶滅してしまう危機にもさらされてしまう。
アオウミガメは卵が産み落とされた砂浜の温度で性別が決まるため、地球温暖化が原因でメスが多く生まれるようになってるっていう報告もあるんだよ。また内陸部では乾燥化が進んで砂漠が増えてしまったり、熱帯地域では台風や洪水の被害が多くなるんだ。他にもマラリアなどの感染症の発生範囲が広がったり、穀物の生産が大幅に減少してしまって、世界的に深刻な食糧難を招く恐れがあるよ。なるほど、地球温暖化が進むと人間だけじゃなくいろんな生き物に良くない影響が出てしまうということなんですね。だからこそ温室効果ガスが増えすぎないように気をつけないといけないということなんですね。そうなんだ。2015年のパリ協定では世界的な平均気温の上昇を蒸気機関が発明される前に比べて2度より十分低くし、 1.5 度に抑える努力を追求することが世界共通の長期目標として掲げられたんだよ。その目標を実現するために二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルが必要ということなんですね。カーボンニュートラルは私たち一人一人も取り組むことができるよ。例えばどんなことができると思う？そうだな、ガソリンの自動車で移動しないでいいときには徒歩や自転車で移動したりとか、あとまあ家でできることといったらこまめに節水節電とかかな。たくちゃんそうだね。エアコンは温度調節を適度なものにするとか、冷蔵庫を開けっぱなしにしないとか、お風呂は冷めないうちに続けて入るとかもできるね。ゴミの廃棄を減らすためにしっかり分別するとか、物を購入するときも詰め替え用の商品や賞味期限が近い商品を積極的に選ぶこともカーボンニュートラルにつながる行動だよ。なるほど、お家の中でもできることはたくさんあるんですね。普段の行動を変える部分があるから、初めは慣れないことも多いかもしれないけど、少しずつ一人一人が取り組むことが大きな力につながるから、ぜひみんなもカーボンニュートラルを少し意識してみてね。自分がやろうとしている行動が温室効果ガスの排出につながらないかちょっと意識してみるだけでエコにつながるということになるんですね。今日は本当に勉強になりました。ありがとうございました。